皆さん、こんにちは。カンディスヨードリ。今日はですね、このプレミアムメダルで交換することができる、歴代のシーズン戦ラケット10個紹介していきたいなと思います。 というわけで、まず一つ目はこちらのヘリオブライトなんですけど、まあ、よくある質問でですね、プレミアメダルでどのラケット交換したらいいですかというものがあるんですけども、こちらを選んでください。これが一番どのキャラクターに持たしても強くなります。まあ、これどういうものかって言いますと、オートスキル2を見てほしいんですけども、まあ、試合開始から20秒が経過すると、次の自分の SS の急速がアップすると。で、1回目の SS 打球以降は35秒ごとにですね、また SS の急速がアップするということで、まあ、SS の得点力がめちゃめちゃ上がるんですね。 で、まあ、こちらがですね、速度比較となっているんですけども、これが通常の速度で、まあ、続いてが、まあ、ヘリを乗った時の速度となっているんですけど、結構速くなるわけなんですよ。これが35秒にね、1回打つことができるんで、結構得点力をかさ増しすることができると。で、まあ、こちらが非塩エッセスなんですけど、非塩エッセスも同様に、まあ、速くなるものとなっております。ただ、ヘリを持たせるとあんま良くないものもありまして、例えばこのカーブエスエスやった場合、ちょっとね、カーブの具合が浅くなるんで、ちょっと取りやすくなるんですよ。まあ、逆に取りにくいみたいなのもあるかもしれないんですけども、まあ、カーブのキャラより まっすぐのキャラとかに持たせることをお勧めしますというわけで続いてはこのギガスループスなんですけどもこれはですねサーブとストロークをプラス150することによって相手に当たるダメージを上げるというものになっておりますでまぁ、あ、これはですねラインズマンルーシェに持たしてる時の映像になっているんですけどもまぁ、あ、2、3打球ぐらいでですね相手の体力はもう激枯れするという恐ろしい性能を持っているんですよただデメリットもありまして このオートスキル1のですね、試合終了までスンゲリア拡大が無効であったりだとか、SS ゲージ増加、SS 自動蓄積、あとまあ5打球すると SS 動かるマイナス30%みたいな感じでですね、SS 回転率が悪くなったりだとか、まあエリアが広がらなくなったりするわけなんですよ。なので、まあこれを持たせるキャラはですね、まあもともとオートスキル、キャラのスキルでですね、まあこういう効果は無効の黒の後継者であったりだとか、まあラインズマンルーシーみたいな感じで特典すればまた特殊状態が伸びるみたいなキャラもいたりするんで、まあそういうキャラに持たせると、まあ結構よく あったりすするんですよなので、普通のキャラクターでダメージを与えたいのであれば、次のラケットを使うことが多いです。それがこのスカルマグナなんですけども、これはですね、オートスキル1でスニーがプラス5%、さらに相手に、ね、毒、スロー、燃焼、関電、暗闇レベルをプラス1することができて、相手に与えるダメージの20%回復することができると、で、次のこのオートスキル2がダメージを与えるやつになっているんですけども、毒、スロー、燃焼、関電、暗闇、魅了の相手に与える打球ダメージっていうのがプラス60%することができます。まあ、これはギガスループスと同じぐらいす。 ダメージ量の増加となっているのでまあ結構ねエリアも広がってダメージも与えることができるとでまあこれはですね状態異常をかけれるキャラに持たせないとダメージは上がらなかったりはするのでまあこういう感じにジュダであったりだとかまあサイリンアナゼとかアピスとかまあそういうキャラに持たせることがまあ多いかなと思いますまあこんな感じにですねジュダを使ってあげると初手から相手の体力をガンガラシすることができると ただまぁ、これにはデメリットがありまして、相手が毒スロー燃焼とかそういう状態以上入れなかった場合ですね、相手に与えるダメージの上げることができなくなってしまうんですよ。特に今の環境、状態以上向こうとか打球効果向こうとか多くてね、あんま入れなくて、このラケット持たしる意味ないじゃんっていう場面があるんですよ。まぁ、あ、そういう場合にギガスループスやったら安定的にダメージ与えれるっていうメリットもあったりはするんですけど、まぁ、あ、あの、全部でデメリットがあるんですね。一応交換で霞ラケットっていうね、ストロークプラス30%することができてダメージ上げれるラケットとかもあったりはするんですけど、 ま、それらね、まあ、それぞれのキャラクターに、ま、おすすめな部分みたいなのがあったりするので、それらの比較について知りたい方はですね、前にね、詳しく話してる動画ありますので、よかったらそちら見ていただけたらなと思います。というわけで続いてはこちらのカーソーブラーハなんですけども、これはですね、マイポイント開始時 GS が1回復するということで、まあ、ロブショット打つことができるんですけど、シリビアラケットとかの場合やったら2回までしか打てないんですよ。ただこのラケットはですね、試合が続く限り、永遠と相手を後ろに下げることができるんで、2回までとは言わず3回、4回、5回、6回とね、相手を後ろに下げ ことができるっていうのがメリットとなっておりますさらにですねギアショットを打つと15秒間相手に当たる打球ダメージの最大値が10になるということで、まあ、相手が必中キャラであっても10しか食らわないですしあとハイジャンプスマッシュとかやったら100ダメージ以上食らうかなと思うんですけどそのダメージもですね1 2に抑えることができるっていうのがメリットとなっておりますただですねこれは返球時に、まあ、このような効果を与えるというものになっているので打球効果無効に対しては効かないっていうものになっていてあともう一つデメリットがありましてこれ打ったらですね15秒間エッセイズ封印の なってしまい、まあ少し自分自身がですよ。なのでまあ S S 打てなくなってしまうんですよ。 ただこれはですね、キャラクターのオートスキルの SS 封印無効であったりだとか、SS ドライバーの SS 封印が効かないっていう能力は貫通しないものとなっておりますので、まあこういうキャラに持たせるであったりだとか、あとまあ靴でね、リーラングスってやつがあるんですけど、まあこれはですね、スマッシュ打つと10秒間、まあ SS 封印が効かないっていうものになってるんですよ。まあそういうのをはかしてあげても、まあこのね、あの SS 封印が効かないというものになってますので、まあそういうのをね、うまいこと活用していただくと、まあ結構いいんじゃないかなと思います。あとですね、まあこれはね、あの MVP セレナとかジュダのこういう消費性 ののものに関してはですね全然効果は発揮しないというものになってますのでまあ、こういうキャラに持たしても意味はないというものになっております。というわけで続いてはですねこのブレス・オブ・ラーハなんですけどもこれはですねコード上の自分の一部回復効果を SS ゲージに変換するということで。 まあ最近で言うとですね、この三坂美琴が SS を打ったら1秒ごとにですね、体力を8%ずつ回復することができるんで、それによってですね、ちょびちょび SS ゲージが溜まってるのが、まあ、見て取れるかなと思います。まあこれね、実は一度顔修正されてまして、これ顔修正する前はもっとね、えぐい溜まり方してたんです。ちょ、これ見てほしいんですけど。 このエレノアはですね、ロブ S1 を打つことによって体力をですね、定期的に45を回復することができるんですよ。それによってですね、もう見て、めちゃめちゃバーン、バーンって溜まっていくんで、まあそれによってですね、結構 SS 回転率を上げることができると。で、これを応用してですね、特定した時に SS ゲージバカ回復するようにしたらですね、もう SS でこれ決めるじゃないですか。そうしたらですね、もうね、特定した瞬間に SS ゲージがまた100%で戻るみたいな、結構やばいことになっていたんで、まあ顔指図されたっていう代物ものになっております。 で、まあ、続いて、オートスキルに、相手に当たる打球ダメージがマイナス50%っていうことで、まあ、一見ね、これデメリットに感じるかもしれないんですけど、これメリットにね、働く時がありまして、 それはこの新生うつろ対面なんですけど、この子はですね、相手から受けたダメージをそのまま回復に変換。なので50ダメージ受けると50回復して永遠とスタミナ緑を維持して、まあ、移動し続けるっていうねえげつないキャラがいたんですけど、まあ、このね、ブレスを持たせることによって、相手に当たるダメージをマイナス50%して回復量を減らして勝つみたいなのがあったんですよ。なのでこれからもこういうキャラが出た場合に、このラケットは結構活躍するかもしれないですね。 というわけで続いてはこのオラクローブラー派なんですけども、これはですね、スタミナの30%を生じすることによって超高速ショットっていう結構早めのまっすぐの球を30秒に1回打つことができるっていうラケットになっております。 ま、これの何が強いかって言いますと、まあ、ピアノラケットとかやったらね、これの消えるバージョンを打つことができるんですけど、GS1 回しか打てないんですよ。それに対してこれは30秒に1回復活してくれるんで、まあ、赤の王みたいにこうやって耐えて耐えて30秒経ったらまっすぐと非現エッセンスの2択を取っていくことによってですね、なかなかの得点力を生んでいくことができるんで、まあ、そういうメリットがあります。 ただこれを持たせる際の注意点としてはですね、この GS を打つたびに、スタミナ最大値の30%を使うことになるので、結構体力なくなるんですよ。そのままドリンクこずに、まあそのまま押し負けてしまうパターンがあったりするので、もうオワフロのキャラとか、あと SS 打った時に体力回復するキャラじゃないと、まあちょっと使うのは難しかったりするんで、そういう場合はまあ普通にヘリオブライドを持たせると、まあいいんじゃないかなと思います。ただですね、このね、デメリットと思われることがメリットになるキャラっていうのもいまして、 それがね、この MVP フランなんですけど、この子はですね、体力が黄色になると瞬間移動できるようになったりだとか、分身が出てくることによって、初手から結構強く戦っていくことができるんで、まあこういうね、キャラクターが出た時にも、このラケットは結構活躍するかなと思います。まあ似たような性能にね、MVP セレナも体力黄色になると、まああの、めちゃめちゃ体力回復するっていうものがあったりするんですけど、 このオラクローブラーハってね、スタミナ100%になってから30秒後に実 s また位置回復する強化状態になるということで、この MVP セレナってね、この自身に付与される強化状態を受け付けないっていう能力があるんですよ。なのでこういうキャラには持たせないように注意していただけたらなと思います。 というわけで続いてはこのホローストライカーなんですけども、これはですね、SS 打球時に打球に不安定で一部を除く効果は無効化するということで、例えば相手が得意状態解除の SS を打ってきましたと、そういう時にこっちも SS で返してあげることによって、打球効果無効が発動して減っちゃらみたいな感じになってるんですけど、普通のキャラやったらね、SS 溜まってないとこれ無効化することができないので結構使いにくいわけですよ。なので、SS ゲージをね、ちょっと消費するだけで使うことができる、まあ、レベル 1SS とか持ってるキャラとか、あとまあ、いよりみたいにですね、カウンター 成功したらまた SS ゲージが100%になるキャラとかに持たせしてあげると、まあ、結構良かったりするんですけどこれでもデメリットがありましてこのラケットってね SS 打った時に打球効果無効が発動するってやつなんですよなので SS 封印は防ぐことができないっていうのが結構大きなデメリットになっているんであんまり今んとこ使えないんですけどこれからね、まあ、使えるキャラが出ることにまあ聞きたいっていう感じですね。 というわけで続いてはですね、こちらのゼウスなんですけども、これはですね、スマッシュを5回することによって GS が1回復して、入れ歯ギミックを設置することができるっていうラケットになっているんですけど、 これどういうキャラでいいかっていうと、こうやってね、ロブを良くされるキャラ、このシェリルの場合であればですね、SS もスペシャルもまっすぐなんですよ。なのでロブさえしてれば全部の弾取れるみたいなパターンに陥るんですけども、このラケットさえあればですね、これでエレバギミックがあるんでそこめかけて SS がスペシャル打っていけるんで、まあそれで得点力を生んでいけると。今ちょっと相手がね、リープで取っていってるんで全然決まってはいないんですけど、大体まあ決まるような感じになってます。あとはですね、瞬間移動であと SS まっすぐしか打てない。まあ MVP フランミラーとかの場合やとで、ね、マジであの不毛な戦いである んですけどまあ、このラケットさえ持たしていればですね前に詰めて相手にロブ上げさせてスマッシュ打ってってのを繰り返すことによって入バ盤ギミック作って勝つことができるんでまあ、そういうキャラクターたちに持たすことをお勧めいたします。 というわけで続いてはですね、このポセイドンなんですけど、これはですね、GS を1回撃つことによって大雨を降らすことができて、その状態中はですね、感電の相手に必中ダメージ付与することができたりだとか、スローレベルプラス1。あと、ま、お互い燃焼無効とか、熱気のダメージ効果無効とか、感電レベルプラス2にすることができると。で、このラケット持っていたら、大雨の時は移動速度プラス5%、スインゲリアプラス10%。で、一番メインとなるのがですね、4打球ごとに GS が1回復して、新速三射ショットっていうね、3股の、まあ、上から降ってくる 立てないとちょっととまあこれによってですね相手は全然前に行くことができないとでかつですねこれ2回失点するごとに GS1 回復するんで何回もこの GS を打つことができるっていうのがメリットとなっておりますでまあこの強派みたいにですねリーダースキルとか SS を打った時に大雨降らせれるキャラだと毎回ねこの GS を打つことができるんでまあそういう大雨降らせれるキャラがこれから出た時にはこのラケットを持たせていただけたらなと思いますまあ、初手からも使っていけるんで相手が前に来たらこうやってね決めれるという感じになっております というわけで最後はこのアポロンなんですけど、これはですね、先ほどのポセイドンと結構似ている性能を持っていてですね、GS を打った時に回生にすることができて、そこから4打球すると GS が回復すると。で、まあ、その GS の軌道が高速、オンザレンサタレートっていうことで結構得点力があるんですけど、これはですね、ポセイドンよりも結構いい性能がついておりまして、回生の時に燃焼ダメージ必中化であったりだとか、回復量ダウンの効果アップ。あと、まあ、凍結無効とか、ツルツルの効果も無効化することができるんですよ。再燃焼レベルプラス3にすること ができて GS を打った時にでアイデア燃焼レベル5を付与することができるんで、まあ、合わせてレベル8かけれるんで結構それでもダメージ与えることができるっていうのがメリットとなっております。 で、まあ、どういうキャラと相性がいいかって言いますと、まあ、回生打てる。まあ、サテラとかはね、ゼウスとか、レフコスの方が相性良かったりするんで、あれではあるんやけど、まあ、これから回生キャラが出た時には持たせていただけたらなぁと思うのと、あと、まあ、このアイドルアイラとかね、先に特殊状態解除エッセイス打ったら負けなんですよ。後から解除した方が有利なんでね。なので、まあ、こうやってね、エッセイス打たない対面になった時に相手の体力を枯らしつつ、まあ、このね、オンズラインストライトも打てるっていうのがあったりするんで、まあ、そういう場面でも活躍するかなと思います。で、さっきも言った通りですね、ツルツル向こうがついてますので、まあ、このアイドルアイラの場合 属性なんも持ってないんですけどまあ、このラケットを撃ってしまえばテレシアのツルツルとかも効かなかったりするのでまあ結構ねまあそういう役割としても使うことができますはいというわけでいかがでしたでしょうか今回ですねシーズン戦ラケット10個紹介していったんですけど結構個性的なものが多くてまあ結構いいですよねなのでまあできればね全部一 一本ずつ持っておいた方がいいかなと思うんですけど、なんせ今持ってない人に関してはですね、これもプレミアムメダル5枚で交換するという感じになっているので、結構重ためなんですよ。なので、まあ悩んだらですね、もう普通にヘリオブライトでいいと思います。もう1本目、2本目、3本目もヘリオブライトで OK です。ただですね、まあ場合によってはオラクロオブラーがめちゃめちゃ合うキャラとかもね、新しく登場するキャラクターでいるパターンもあったりするので、まあ一番安全策をいくのであればですね、まあプレミアムメダル5枚は残しといて、まあちょっとヘリオブライトだけ交換していくと。で、うわ、これめちゃめちゃ相性いいの なっ,ってなったらオラクルとかゼウスとかそういうの交換していただくのがベストかなと思いますこのプレイヤメダルの集め方についてわからない方はですね前に紹介していると画かりますのでよかったら見ていただけたらなと思いますということでまた皆さんお会いしましょうバイバイ